ジュノー。ジュノーは、アメリカ海軍の巡洋艦。アトランタ休憩巡洋艦の2番艦。艦名は、当時巡州の扱いであったアラスカ州の都市ジュノーに、ちなむ、第3次ソロモン海戦で戦没。ジュノーは、ニュージャージー州カーニーのフェデラルシップビルディングドライドック社で1940年5月27日に、寄港。 1941年10月25日に浸水し、アラスカ州ジュノーの市長夫人、ハリーアイ・ルーカスによって命名される。艦長大佐の指揮下、1942年2月14日に収益した。艦熟公開後、5月初めからフランス BC 政権の海軍艦隊の逃走阻止のためマルティニーク、グアドループ沖で海上封鎖に当たった。 7月1日から8月12日までは、北、大西洋とカリブ海で、紹介や護衛任務に従事していたが、8月22日、太平洋へ向けて出発した。トンガ及びニューカレドニアに短期間滞在した後、9月10日に、空母アスプを中心とする、第18任務部隊、レーフノイズ少将と合流した。翌日、空母ホネットを含む、第17任務部隊と、 第61任務部隊を編成した。部隊の任務は、ガダルカナル島への戦闘機の輸送であった。9月15日、ワスプは、日本の潜水艦位、e、19の発射した魚雷が3本、命中し、駆逐艦の魚雷で処分された。ジュノーや、護衛の駆逐艦は1910人の生存者を、救助して16日、ニューヘブリディーズ諸島のエスピリトサントマイを送った後、17日に、 第十七任務部隊へ戻った。ジュノーは、一旦引き返した後、従順洋艦ポートランドと共に、再び南太平洋の戦場に向かった。その途中の10月15日、ジュノーとポートランドは、タラワ南方を通過、砲撃訓練を兼ねて、タラワ在白中の測量艦畜子に対して、艦砲射撃を行い、ついでタラワに入港しつつあった、特設巡洋艦浮島丸。 大阪商船、4730トン、特設旧家庭館日立丸、日産汽船、6540トン、駆逐艦湯月に対して砲撃を行った。砲撃により、畜死のない家庭が沈没したほか、日立丸の便乗者に死傷者が出た。ジュノーは、キングスミル諸島を猶予し、ポートランドは、タラワのほか、マイアナの両艦省に対して砲撃を行った。さらに、 特設監視艇2隻がジュノーを呼び、ポートランドと接触した後行方不明となった。日本側は反撃のため97式大艇と一式立候を繰り出したが、ポートランドとジュノーはすでに去った後だった。10月26日に行われた南太平洋海戦は、ジュノーが経験する最初の大規模な戦闘となった。10月24日、空母ホーネットの部隊は、 空母エンタープライズの部隊と第61任務部隊トーマス C キンケ景ド少将を再編成した。任務部隊はサンタクルーズ諸島の北方に位置しガダルカナル島への接近を試みる日本艦隊を妨害しようとした。10月25日夜、日本艦隊はルンガ沖に接近して物資の揚陸に成功したが、これは日本の機動部隊が接近する一つのサインとなった。 10月26日朝、味方任務部隊から発信した。関西機は、名雲た雲忠和中将を率いる機動部隊を発見し、直ちに攻撃。二隻の空母と一隻の戦艦、三隻の巡洋艦に打撃を与えたとみられた。しかし、味方攻撃隊と入れ違いに、日本攻撃隊が任務部隊上空に出現した。十時を回り、27機の攻撃隊がホーネットを攻撃した。 ジュノーは、他の艦艇と共に、有効な対空砲火を打ち上げ、20機を撃墜したが、ホーネットは命中弾を受けて大破し、日本艦隊から前進してきた、駆逐艦衆雲と巻雲によって撃沈された。ジュノーは、正午の少し前に、エンタープライズの任務部隊に、助立ちとして勝った。ジュノーはエンタープライズに対する4度の攻撃に、応戦し、18機の日本機を撃墜した。 夜になって任務部隊は東南方向に期待した。アメリカ側は戦術的には敗北したが、対局的に見ればガダルカナル島、ひいてはソロモン諸島でのアメリカ海兵隊の勝利に最終的に結実することとなった。日本側は空母昇格と随砲が大きく損傷し、ガダルカナル島攻防戦に関わる水上戦での空中援護は実質できなくなった。 11月8日、ジュノーは第67任務部隊、リッチモンド系ターナー少将の一員として、ガダルカナル島への増援部隊の護衛として、ニューカレドニアのヌーメアを出撃し、12日朝にガダルカナル島沖に到着。ジュノーは揚陸作業中の輸送艦と貨物船の護衛に着き、月14時5分に30機ほどの日本機が空襲を仕掛けてくるまで、作業は一切邪魔されなかった。 ジュノーは、対空砲火で6機を撃墜し、残存機も一機を除いて味方戦闘機隊の攻撃から逃れることはできなかった。その日も遅くなった頃、任務部隊は有力な日本艦隊がガダルカナル島に向かいつありという情報を受信した。翌11月13日1時48分、ダニエル J キャラハン少々率いる巡洋艦特築艦の一隊は、二隻の戦艦、一隻の 巡洋艦及び9隻の駆逐艦からなる日本艦隊安倍光気中将と交戦した。海戦は悪天候と誤解及び錯綜する情報による混乱が重なり、真っ暗闇の海上で至近距離での打ち合いに終始した。ジュノーは海戦で日本艦隊が発砲する瞬間を捉えて攻撃し、駆逐艦優立と思われる艦艇を炎上させた。しかし、 重脳の発砲する瞬間も日本艦隊の良い目標となっていた。やがて、重脳の左舷機関室に、天津風からのものと思われる魚雷が一本命中し、一時、航行不能に陥った。海戦終了後、重脳は艦首を約4メートル沈めつつ、海戦で大損害を受けた、重巡洋艦、サンフランシスコ軽巡洋艦エレナ及び、駆逐艦と共にスピリトサント島に向けて、 退却し始めたサンフランシスコは、ジュノーの原管備から730メートル離れたところを、行使、艦隊は13ロットの速力で、インディスペンサブル海峡を通過しつつあった。ところが11時過ぎ、艦隊はこの海域で紹介していた、イ26、横田ミノル1に発見された。イ26は紹介中に、艦首発射艦のうち3本が、接触事故で、 使用不能となっていたので、残る3本から魚雷を3本発射。目標はサンフランシスコだったが、すべて命中しなかったほか、外れた1本がヘレナに向かったが、それも命中しなかった。しかし、同じく外れた魚雷1本が、ジュノーの左舷中央部火薬庫付近に命中し、ジュノーは大爆発を起こして船体が2つに折れ、20秒で合沈した。サンフランシスコとヘレナ、および、 駆逐艦は、さらなる攻撃を恐れて即座に去っていった。ジュノーは、沈没時、100名の生存者がいたが、救助松待つ8日間の間に、サリバン兄弟を含む、スウェンドン艦長以下乗員90名がサメの攻撃などで落命した。5人兄弟全員が、ジュノーの乗組員だった。サリバン兄弟は2名が艦と運命を共にし、いくつかのレポートを総合すると、 残る3名は漂流したものの間もなく、水中に消えていった。以後アメリカ軍では、親類は分散配置する方針が徹底した。この実話は、映画、プライベートライアン、スティーブン・スピルバーグ監督のプロットに影響を与えている。また、10名の生存者のうちの一人だった、オーレル・セシルは、カリフォルニア州に住んでおり、2008年10月30日に、サンディエゴで行われた。 ドック型揚陸艦ジュノーの退役式に招待された。ジュノーは第二次世界大戦の先行で4個の従軍聖賞を受賞した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。